この後は石原かおりさんのコメントをお送りします。 HBC ラジオアニメロティック、HBC ラジオアニメロティックをお聞きの皆さん、まゆさん、こんばんは。石原かおりです。この度私のセカンドアルバムが8月5日にリリースされました。今回のタイトルはウォータードロップというタイトルなんですけれども、こちらの意味はひとしずくという意味を持っていまして、一曲一曲だったりこのアルバム自体をひとしずくと例えて、たくさんの方に届いて広がってくれたらいいなっていう意味を込めてつけました。なので一度聴いてもらったら、きっと気に入ってもらえる曲が多分入ってるアルバムだと思います。なので皆さんぜひよかったら聴いてみてください。はい、ですね、質問をいただいてるんですけれども、今見ているハマっているアニメ、漫画、特撮作品、ゲームはありますかということなんですけれども、私はそうですね、最近見たのは映画のキングダムです。今まで気になってはいたんですけれども、なかなかタイミングがなくて見ることができてなかったんですが、すっごく面白かったです。私はちょっと戦ったりとかするシーンを映画で見るのがおーって怖くなっちゃうタイプではあるんですけれども、それを感じさせないぐらいすごくこうかっこいいアクションだったりで、あっという間に見終わってしまいました。まだ漫画の方とかを見たことがないので、今後見れたらいいなっていう風に思っています。はい、ということでこれからも私はですね、皆さんと楽しいイベントだったりそういうのをやっていけたらいいなっていう風に思っています。なので、ぜひ皆さんツイッターやホームページ、インスタをチェックしてみてください。それでは聞いてください、石原かおりでサマードロップ。